さあ両クラブの選手たちがピッチに入ろうとしています。一方の柏レイソルなんですが、前回のセレッソ戦の戦い方をスタンダードにしたい。神戸のキックオフで始まっています。イニエスタにボールを預けて、まずオルンガを引きつけながらしたいと、改めてこのゲームの前にフィンク監督は話しています。こういうアバウトのボールですね。オルンガ前を向いている。イクラと1対1になる。左足振り抜いた。イクラセーブだ。まずキー、そしてオルンガ倒れている。前を向いている小田。さあ得意のドリブルで切り裂いて一気にフィニッシュまで行くか。折り返した。ゴーケのシュートだ。先制点は神戸。ポゼッション率が高まってましたけど、まあ、得点になるはこういった早い攻撃っていうところは言えますよね。サビオこの位置まで来て、江坂が中に入っています。三つ丸レフティのクロス。さあヘッドだ。仲間同点ゴールを決めました。ここで一気に三つ丸選手からサビオ選手、サビオ選手がこう長いパスで三つ丸選手が、クロスですよね。オルンガ選手が前で潰れた。ヘッドでクリア、うん、豊島が待っている。さあオルンガの足元、オルンガボールを取り切った。うわ、最後オルンガ決め切りました。ここで負けないパワーっていうところが出ましたよね。あとは大崎選手もついてるんですけども、手で押さえながら、まあ、強さですよね。最後のところは右足グランダ、うん、安井初瀬、低いボールドーグラスだ。リフレクション、中村浩介セーブ。いやー正面でしたか。そうでしたね。先ほどの低いクロスからドーグラスのプレー、そして中村浩介、いや反応してますね。そうですね、正面に来たというよりは反応して足で防いだというような、ね、プレーでしたね、はい、サンペール、安井溜めて、おパス、さあドーグラスシュートだー。クラス選手この斜めの動きが、まあ、一つポイントでしたけどもね、まあ、安井選手のパスも素晴らしかったですし、あとはドーグラス選手を落ち着いてサイド流し込みましたね。もう一個最初のタイミングでね、オルガ選手に入れば面白かったですけども ね、三原ハイボールを使ってくる。そのまま入ったか。柏勝ち越しました。そうですね、ゴールに向かっていくようなボールだったんですけども、少し神戸のディフェンスがまあ、後ろにこう下がり気味だったので。そして江坂タッチライン際です。ここでホイッスルです。真夏のサバイバルマッチ。